制作レポートをオレンジ色のありがとうございます。チラシの受け取りありがとうございます。オレンジ色のジャンバーを着たボランティアスタッフの皆様が配っております。ぜひお手に取ってご覧いただきますと幸いです。ご挨拶させていただいておりますのが、私北区議会議員の吉田圭介でございます。本日もお仕事もしくは修学お疲れ様でした。その経済と経済活動と合わせて新型コロナウイルス、さらにはこのインフルエンザも流行ってくる季節になってまいりました。経済活動と感染対策の両立を図りながらも、しっかりとそのしっかりながらも皆様お過ごしいただければと思います。日本維新の会、次期衆議院選挙当選予定の安倍司、この場所で1年近く前から、皆様にご挨拶を続けてまいりました。解散今か今かという感じなのでございますけれども、来年の1月の解散総選挙が非常に濃厚となってまいりました。安倍司、38歳、大学卒業してからずっと民間企業で働いてまいりました。そして来年の2月には第1子が生まれる子育て世代の当事者でもございます。赤羽駅東口をご通行中の皆様、お仕事帰りの方、もしくはお子様がいらっしゃる方も、たくさんいらっしゃるかと思います。もしかしたらこれから、結婚して子供を産む予定の恋人と、デートしている方もいらっしゃるかもしれません。私たち日本維新の会はこの現役世代、そして未来を担う世代、しっかりへの投資を、しっかりと行っていく、これを第一に考えております。日本、この今の日本人口減少、そして子どもの減少によって税収の減をはじめとしたさまざまな弊害がもう起きてきております。しかしながらこれまでの政府は有効な手立てを何らなかなか取れずに、今のこの時代を、現在を、今日を迎えてしまっております。しっかりと未来を見据えた政策を行っていかなければなりません。日本維新の会、安倍司、現在38歳でございます。この38歳が若いか、もしくは年を取っているのか、人によってそれぞれだと思います。しかしながら今の国会を見てみると、平均年齢が56歳、そして50代、60代、70代の議員がほとんどでございます。なかなか未来のことまで責任を持って政策ができる、実行できる、そんな年代ではございません。もちろんたくさんの知識を持って、たくさんの経験を持って、この日本の政治に当たっていくのも大切です。しかしながらこの未来、子どもたちや孫たちの代まで責任を持って政策を実行していく、そしてこの責任をもしかしたら取れる、しっかりと取っていく、このそれができるのがこの38歳の安倍司でございます。しっかりとこの未来を見据えた政策実行、東口ご通行中の皆様、こんばんは。日本維新の会でございます。この後6時か、この後、すぐに次期衆議院選挙挑戦予定の
阿部司さん本人参りまして皆様にお伝えをさせていただきます。こちらに見えております日本維新の会と書いた車に乗っておりますのが、次期衆議院選挙当選予定の阿部司でございます。教育無償化をはじめとして未来の世代、現役世代への投資、それを行ってまいります。次期衆議院選挙、この北区を含む選挙区から初めて挑戦予定の阿部司に皆様のたくさんのご声援いただけますと幸いです。日本維新の会は未来への投資、そしてこの必要な改革を断固として行ってまいります。大阪都構想ではたくさんのご支持いただきましたけれども、残念ながら議決となってしまいました。しかしながら私たちの生活や私たちの当たり前の感覚に政治や行政が追いついていない、これがあちこちでもう今見られていると思います。私たちはこの私たちの生活、私たちの感覚、これが日々変わっていくように、この行政や政治も変わっていかなければならない。そのためには改革といったらもしかしたら大きい言葉かもしれません。行政や政治の世界も変わっていかなければいけないと考えております。日本維新の会はしっかりと私たちの暮らしに行政が、政治がより豊かなものをもたらすような、そんな当たり前の日本を作っていきたい。そのために変えるべきところは変えて、やるべきことは断固として行っていく、それが日本維新の会、そして次期衆議院選挙当選予定の阿部司でございます。本人というタスキをかけた、オレンジ色のタスキをかけた男性が次期衆議院選挙当選予定の阿部司でございます。38歳、大学卒業した後ずっと民間企業で働いてまいりました。そして来年の2月にはお子様が生まれる子育て世代の当事者でもございます。赤羽駅東口ご通行中の皆様、お仕事帰りの方、もしくはお子様がいらっしゃる方、もしくはこれから恋人と結婚するかもしれない、そして家庭を築くかもしれないという方もいらっしゃるかもしれません。日本維新の会、そして阿部司、しっかりと未来を見据えた政策を実行してまいります。その未来を見据えた投資、それを行うことによって回り回って税収の増、人口の増、そしてこの福祉の充実、それが健全な日本のあるべき姿だと思っております。私たち日本維新の会、必要なところに必要な投資を行い、こんばんは、お疲れ様です。必要な投資を行い、しっかりと20年後や30年後、未来を見据えた政治を実行してまいります。次期衆議院選挙当選予定の阿部司も、しっかりとこの北区の皆様、そして国との架け橋となって皆様のために働いてまいる所存でございます。次期衆議院選挙当選予定の阿部司に皆様もたくさんのご声援いただきますと幸いです。ご挨拶させていただいておりますのが、北区議会議員の吉田圭介でございます。私近くで学習塾やっておりまして、この時期になると受験のシーズンだなという感想でございます。今年はコロナ禍の中で学校が休校になったりとして、子どもたちもたくさんの大変な目を遭ってきました。この学校の休校によって学習の遅れだったり、そして性犯罪の増加、望まぬ妊娠の増加だったり、たくさんのイレギュラーな出来事が今年は起こってまいりました。今こそ行政や政治はしっかりとこの危機に、そして日々変わるこの状況に対応して、適切な判断を、適切な施策を取っていかなければなりません。そのためには皆様と当たり前の同じ目線を持った、そしてこの民間の感覚、そして現役の働く世代、そして子育て世代の代弁者となれる、そんな阿部司が今の国会には必要だと思います。しっかりと皆様の代弁者として、この今の政府が、政治が、皆様の足を引っ張ったり、皆様から何をやってるんだとお叱りをいただくようなものではなくて、皆様の助けになるような、困った時に頼れるものとなるような、そんな政府を、そんな日本を実現していくのが次期衆議院選挙挑戦予定の阿部司でございます。38歳初めての当選でございます。 なので、実績などはまだまだございません。しかしながら、このこれまでの歩んできた人生、そしてこの未来へ向けた
決意をしっかりと全力でぶつけて、この日本のために働いていく覚悟を持っているのが、この阿部司でございます。こんばんは、小村さん。お疲れ様です。次期衆議院選挙当選予定の、ありがとうございます。ありがとうございます。中学生の皆様もありがとうございます。本人というオレンジ色のたすきをかけた人物が、阿部司本人でございます。走って走って皆様にお伝えをさせていただきます。まだまだこれからでございます。この衆議院の選挙、初めての挑戦ではございますけれども、それがゴールではありません。まだまだスタート地点にも立っていない阿部司、皆様のご声援が必要でございます。ぜひともこの皆様のために、そして働く世代の、現役世代の代弁者として、子育て世代の代弁者として、そしてこの未来を担う一人として、しっかりと責任を持って政策の立案、実行をしていける阿部司、次期衆議院選挙挑戦予定のありがとうございます。頑張ってまいります。阿部司にぜひとも皆様の温かいご声援いただきますと幸いです。私は日本維新の会北区議会議員の吉田圭介でございます。赤羽駅の皆様にいつも大変お世話になっております。では日本維新の会は元北俊参議院議員をはじめとして、次期衆議院選挙当選予定の阿部司、そして前都議会議員候補の佐藤こと、そして私吉田圭介の一丸となって、このしっかりとこの北区の皆様のより過ごしやすい生活、子育てのしやすい環境、そして老後も安心な福祉の充実を図ってまいります。そのためにはしっかりと北区と東京都、国が連携をして、この国から東京都から北区を変えていく必要もございます。しっかりとこの北区の皆様の国の架け橋となって働いていく覚悟があるのが、この阿部司でございます。日本維新の会次期衆議院選挙当選予定の阿部司の政策レポートをお配りをさせていただいております。皆様本日もお疲れ様です。出勤もしくは通学、皆様お疲れ様です。今はこの経済活動、とともに新型コロナウイルスや、新型インフルエンザも流行る季節になってまいりました。それらの感染予防も両立しながら、過ごしていかなければなりません。この新たな暮らし、このマスクをつけた日常にも、そろそろ慣れてきた頃の方も多いのかもしれません。しかしながら、何事も慣れた頃が一番危険だと言われております。引き続きこの乾燥する季節でございます。感染予防にもお気をつけて、経済活動もしくは合宿業等に励んでいただければ幸いでございます。阿部司、この赤羽駅東口で次期衆議院選挙当選予定ですと1年近く伝え続けてまいりました。いつ解散があるかは、分かりませんけれども、来年の1月解散が濃厚だとも言われております。しっかりと残りの時間を大切に皆様に政策を訴えてまいりますのが、次期衆議院選挙当選予定の阿部司でございます。赤羽駅東口周辺か通行中の皆様、こんにちは。日本維新の会でございます。本日は次期衆議院選挙に挑戦予定の阿部司、そして地元の区議会議員吉田圭介とともに夜のご挨拶こちらでさせていただいております。本日も一日お疲れ様でございました。お気をつけてお帰りください。日本維新の会次期衆議院選挙に挑戦予定の阿部司、でございます。38歳、阿部司、現役世代、子育て世代ど真ん中でございます。阿部司、ただいま走って皆様のもとへ直接ご挨拶に伺っております。
オレンジ色の本人と助けの書かれたのが阿部司さん本人でございます。本日は阿部司さん、ここ選挙区東京第12区10をですね、車で走って皆様に声を届けてまいりました。本日ここ最後は赤羽駅東口で、この後阿部司さんにマイクを渡して街頭演説会をさせていただきます。こちらは日本維新の会次期衆議院選挙に挑戦予定の阿部司でございます。本日オレンジ色のユニフォームを着たスタッフが阿部司の政策レポートをお配りしております。ぜひお手に取っていただきましてご一読いただけますと幸いでございます。赤羽駅東口周辺ご通行中の皆様、こんばんは。日本維新の会でございます。本日は次期衆議院選挙に挑戦予定の阿部司、そして地元の区議会議員吉田圭介とともに夜のご挨拶、こちら赤羽駅東口でさせていただいております。オレンジ色のタスキをかけた、本人とタスキを書かれたのが阿部司、衆議院選挙に挑戦予定の阿部司本人でございます。本人が皆様のもとに、走ってご挨拶に参ります。ぜひオレンジ色のジャンパーを着たスタッフが配っております阿部司さんの政策レポートですね、お気軽にお手に取っていただきましてご挨拶いただけますと幸いでございます。本日も一日お疲れ様でございます。日本維新の会次期衆議院選挙に挑戦予定の阿部司でございます。阿部司本人はただいま車の下でオレンジのタスキをかけまして皆様のもとに走ってご挨拶にさせていただいております。阿部司38歳、現役世代、子育て時代のど真ん中でございます。しっかりと当事者目線でこの改革を進めていく、それができるのが日本維新の会次期衆議院選挙に挑戦予定の阿部司でございます。こんばんは。本日もお疲れ様でございます。日本維新の会次期衆議院選挙に挑戦予定の阿部司でございます。本日はこちら赤羽駅東口にてオレンジ色のジャンパーを着たスタッフが阿部司の政策レポートをお配りしております。ぜひお気軽にお手に取っていただきましてご一読いただけますと幸いでございます。阿部司38歳、地元の参議院議員音喜多駿とは大学時代からの盟友であります。参議院では音喜多駿、衆議院では阿部司、タッグを組んで国政の改革に邁進をしてまいります。ぜひ皆様のお力が必要でございます。ぜひご注目応援いただけますと幸いでございます。こちらは日本維新の会次期衆議院選挙に挑戦予定の阿部司でございます。赤羽駅東口の皆様、こんばんは。本日もお疲れ様でございます。ここ赤羽駅東口では連日大きなマイクで会見を取り入れます。日本維新の会次期衆議院選挙に挑戦予定の阿部司でございます。ただいま、オレンジ色のタスキをかけた本人が皆様のもとに歩いて走って、直接ご挨拶させていただいております。ぜひオレンジ色のジャンパーを着たスタッフが配っております阿部司の検索レポートを気軽にお手に取ってご一読いただけますと幸いでございます。こちらは日本維新の会次期衆議院選挙に挑戦予定の阿部司でございます。38歳、阿部司、今まで10年以上民間企業にて経験を積んでまいりました。その経験、そしてその感覚を生かして今の古い政治、国会の改革に邁進してまいります。こちらは日本維新の会次期衆議院選挙に挑戦予定の阿部司でございます。
本日阿部司本人は車の下でオレンジ色の助けをかけまして、皆さんの元に歩いて走って直接ご挨拶をさせていただいております。ぜひお気軽にオレンジ色のジャンパーがジャンパーを着たスタッフが配っております。阿部司の制作レポートを取っていただきますと幸いでございます。こんばんは。こちらは日本維新の会秋季衆議院選挙に挑戦予定の阿部司でございます。本日も一日お疲れ様でございます。本日は地元の区議会議員吉田圭介とともにこちらで夜のご挨拶をさせていただいております。日本維新の会秋季衆議院選挙に挑戦予定の阿部司でございます。阿部司は今まで早稲田大学を卒業後、外資系の IT 企業、そして政策新規タンクにて10年以上執務経験を積んでまいりました。その経験をしっかりと生かしてこの国政の改革に邁進してまいります。ぜひ皆様、今後の阿部司の活動ありがとうございます。ありがとうございます。今後の阿部司のご活動に注目そして応援いただきますと幸いでございます。こちらは日本維新の会次期衆議院選挙に挑戦予定の阿部司でございます。地元の参議院議員音塚俊、ご自宅の皆様に本当に大変お世話になっております。音塚俊とこの阿部司、大学時代からの同級生名誉であります。この音塚俊を国政に送り出した活躍者、これがこの阿部司でございます。今までこの企画の皆様から音塚俊に賜りました皆様の応援お力を、ぜひ次は阿部司に賜りますようよろしくお願い申し上げます。それでは本日一緒にこちらでご挨拶をさせていただいております地元の区議会議員吉田圭介にマイクを渡したいと思います。高浜駅東口ご通行中の皆様こんばんは。本日も一日お疲れ様です。日本維新の会でございます。私は北区議会議員の吉田圭介です。本日は衆議院選挙にこの2つを含む選挙区から初めて挑戦予定の阿部司の応援に参っております。阿部司本人と入ったオレンジ色の襷をつけまして皆様と同じ目線でご挨拶をさせていただいております。38歳現役世代ど真ん中の阿部司、そして来年の2月にはなんと初めてのお子様も誕生予定でございます。子育て世代の本社でもある阿部司、しっかりと現役世代、そして未来を担う子どもたちや若たちの世代に向けて責任を持った政策を実行してまいりますのが次期衆議院選挙当選予定の阿部司でございます。私たち日本維新の会は必要なところで必要な改革を行っていく、そして未来への投資を行ってまいります。そのためには私たちは変えるべきところはしっかりと変えていく、これを今まで続けてまいりました。今の菅内閣総理大臣も例えば観光インバウンドを廃止と言って、これまでになかった新たな動きを新たな改革姿勢を見せております。私たち日本維新の会、この方針非常に賛成でございます。菅内閣総理がやっていること正しいことであれば賛成し、そしてまだまだ足りない間違っていることにはしっかりと反対をしていく、全然右の立場でしっかりと皆様の目線、皆様の生活を大事に考え、この政治を行ってまいりますのが日本維新の会でございます。そして次期衆議院選挙当選予定の阿部司でございます。高浜駅東口ご通行中の皆様、たくさん働いていらっしゃる方、そしてもしくは学校や学習塾等に行かれるお子様もいらっしゃるかもしれません。今の日本の政治行っているのは国会議員です。そしてこの国会議員ほとんどの方は50代、60代、70代の男性がほとんどなんです。平均年齢は56歳程度、これが今の国会でございます。こんな状態であればたくさんの経験、たくさんの知識が彼らにはあるのかもしれません。しかしながらこの未来、20年後や30年後の未来をしっかりと見据えて責任を持って実行できる、そんな人事が今の国会にどれだけいるのか、ほとんどいません。もしくは
女性の目線で考えましょう。今の衆議院、女性が 10% 程度、参議院でも 25% 程度でございます。人口の半分以上を占めるこの女性の目線、これが今の国会では大きく欠けている、まあ、そう言っても、まあ、言い過ぎではございません。日本維新の会はしっかりとこの未来、そしてこれまで意見がなかなか届かなかった、そんな皆様のお声をしっかりとこの国政に反映させていきたい、このためにこの安倍司さんも今活動させていただいております。この38歳という年齢が、まあ、若いか、もしくは、まあ、年を取っているのか、まあ、中学生の皆様からしたらおじさんかもしれませんが、この今の日本には38歳の若くて動ける、そして未来まで責任を持って政策を実行ができる、さらにはその民間の当たり前の感覚、それを身につけている政治家が極めて少ないんです。安倍司さん、しっかりとこの働く皆様の、そして未来を担うお子様、もしくはお孫様の将来まで責任を持って政策を実行してまいります。それが2期衆議院選挙に初めて当選予定の安倍司でございます。その解散総選挙もいつになるかは分かりません。来年の1月という説もあるし、来年の9月という説もあります。しかしながら安倍司新人ではございますので、知名度もありませんし、実績も何もございません。しかしながらその未来を見据えて皆様の暮らしを安定させて、そして未来まで持続可能なこの日本を尽くしていこうという、その気持ちは誰にも負けておりません。ぜひともこの安倍司の思い、未来にぜひとも皆様もたくさんのお声、ご意見をお寄せいただいて、共にこの施策をより良い日に、より住みやすい、子育てのしやすい、老後も安心安全に過ごせる、そんな施策を、まあ、作っていこうではありませんか。そのために安倍司、皆様と、そして国会をつなぐ架け橋として全力で働いていく所存でございます。現在安倍司、この地上に降り立ちまして、本人と書いたオレンジ色の襷をかけて皆様に直接ご挨拶をさせていただいております。しっかりと皆様と同じ目線で政策を、政治を実行できるのが安倍司でございます。38歳、大学を卒業した後から、まあ、ずっと民間企業で働いてまいりました。まあ、今年の2月に、まあ、一念発起して、まあ、このままでは日本は良くない、私たち現役は働きづらい、未来も見えない、そして子どもたちや孫たちの代になったらもっと未来が見えない、この日本の社会の平等感をどうにか変えていきたい、この思いでこの初めてこの政治の世界に飛び込んでまいりました。皆様お二人ありがとうございます。今の政治の世界、国会議員の秘書をやっていた方や政治家の2代目や3代目、非常に多い中で、まあ、民間出身で会社を辞めて政治の世界に飛び込むというのは非常に勇気がいることだと思います。しかしながらこの分だけこの日本を何とか変えていきたい、皆さんのために働きたいという思いは誰にも負けておりません。しっかりとこの企画にお住まいの皆様、企画だけではありません、この日本にお住まいの皆様の将来をしっかりと責任を持って政策を実行していけるのが安倍司でございます。まだまだ38歳、30年後でも70歳手前でございます。人生100年時代と言われている中、お子様やお孫様、もしかしたら妻子の代まで責任を持ってその未来を担っていけるのがこの安倍司でございます。次期衆議院選挙に2つを含む選挙区から当選予定でございます。安倍司、しっかりとこの日本の政治に風穴を開けて、この未来へ変わっていける、そんな行政、そんな政治を実現していくのが安倍司でございます。まあ、アメリカでは大統領選挙がございまして、まあ、バイデン氏が当選確実となりました。まあ、その陰でスポットライトを浴びているのが、ハリス副大統領でございます。有色人種であり、初めての女性の副大統領ということで、非常に脚光を浴びております。まあ、なかなかこの政治の世界も、若い方やマイノリティの方、そして女性の方の意
権がなかなか通りにくい、実際に議員の数が極めて少ない、これが今の